熊本城マラソンは、熊本県熊本市で2012年から毎年2月に行われている市民マラソン大会である。熊本市が2012年4月1日付で、政令指定都市へ移行することを記念する形で開始された。そのため、第1回大会並びに、第2回大会の正式名称には、政令指定都市移行記念という副題が付けられていた。また、 これまで同時期に開催されていた、金栗記念熊日30キロロードレースを、今大会のレース種目の一つとして統合し、コースもビプレス、熊日会館前、スタートゴール熊本県道337号、熊本菊陽線、菊陽バイパス折り返しではなく、歴史巡りフルマラソンとほぼ同一のものに変更された。このため、 レースとしても 30km が優先されており、スタート時刻の設定などにもその様子が見られる。しかし2021年は、新型コロナの影響で中止。30km ロ,ロードレースは2012年以前の優勝者も記載女子は2006年大会から、創設地元テレビ局の熊本放送とテレビ熊本で生中継されている。RKK では8時11時30分。 特では8時25分から14時に放送される。大会当日の中継時は本来放送されている番組については以下の対応となる。ありがとうございます。